今回は世界戦の一曲からパク・ジョンファン九段の一曲を紹介したいと思います。はい、64強戦ですね、世界囲碁オープン戦の、はい、黒番がパク・ジョンファン九段です。これ小目でしたね。まあ三々入ることも多いと思うんですけど、今回はカカリで打たれましたね。これは鋼材作りですね。まあ解消でしょうかね。頑張りましたか。下がらないでこうやりましたか。ここお互い大きな子ですね。そうですね、なんとなく白の方が得した気はしますけど、若干まだ味があると思うんですよね、これ。ここからまた急な振り替わりになりましたね。こで黒がうまく良くなりそうな気がしましたね。ここをうまくやったんじゃないでしょうかね、黒。ちょっとこのコウはねしんどいですよね、白も。これで死んでしまっては大きいですね。なのでこれがどうなるでしょうか。切りまして、放り込みまして、はい、こういう分かれになったんですね。はい、まあここを取ってしまっては黒が良くなったと思いますね。はい、これで、パク・ジョンファン九段は、勝ちましたと、はい、といった一局でした。はい、またね32強戦も、やってみたいと思います。はい、じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。